ギベリオブナはコイモクコイカに属する淡水魚である。ミトコンドリア DNA による系統解析により、フナ族はゲンゴロウブナ、ヨーロッパブナの順に分岐したことが分かっている。残るフナ族について最も古く命名されたのは、長江の古代群を原種とする金魚であるが、動物命名報告最新議会の裁定により、アムール川の古代群を タイプ標本とする本種が保全名とされているため一種とする場合には日本、長江、アムール川の船族すべて二種とする場合には最も古く分岐した日本の古体群を除く長江、アムール川の船族すべてが本種に該当することとなる。したがって銀船をはじめとする日本の船族とは同一種または禁煙種となる。また長江とアムール川の古体群を 同一種とする限り金魚の原種であると言える。東アジアの温帯域が原産地。日本にはもともといなかったが移入されて分布している。ヨーロッパにも食用に移入され現在ではアジアヨーロッパの温帯域に広く分布する。金色に色変わりした野生個体最大で体長45センチメートル、体重3キログラムになる。体色は普通は銀色だが、 金色や黄色の色変わりもある。雑食性で、プランクトン、ベントス、水草、デトリタスを食べる。中国などでは食用に養殖されている。ありがとうございます。